オーディ。ラジオネームランボーさん、インスタのストーリー見ましたよ。ベビメタのライブに参戦したんですね。素晴らしいライブでしたね。と言っても自分はその前日に行っていたんですが、その最後にももこちゃんの正式加盟の発表があってとても感激しました。会場からも大きな拍手が沸き起こって涙が出そうになりました。今まで頑張ってきて本当に夢が叶った瞬間ですものね。そのももこちゃんの歌やダンスをゆずみんはどんな思いで見ていましたか？ところでゆずみんはどんな感じでベビメタのライブを見ていたんだろうというのも気になります。やはり周りに圧倒されながら控えめにリズムに乗っている感じかな、それともキツネサイン振り上げてウォウウォウ叫んでいた感じでしょうか、ということでメッセージありがとうございます。そうなんですよ、この間行われたベビーメタルさんのライブに私も行かせていただきまして、私は2日目の方なのかな。じゃあランボーさんはその前日に見に行っていたということで、もうめちゃくちゃ良かったですよね。私久しぶりに行かせてもらって、前行ったのはもう結構数年前になるのかな。まあでもベビメタ自体もねライブ久しぶりだったっていうことで、私も参戦できてすごく嬉しかったです。どんな感じで見てたかというと、ちなみにやっぱ関係者席っていうのもありまして、やっぱこういう系のライブ本当はノリに乗りたいんですけど、小さくこう首でリズムを取りながら見る感じでしたね。ちょっとなんかそういう関係者席とかで見てたらなんかこう騒げないのが悔しいですよね。せっかくこうめちゃめちゃ盛り上がってるライブなのに、なんかちょっと気持ちとこの行動のなんていうの比例してない感じがすごくいつもなんかうーと思いながら見てるんですけど、まあ、でもねいざという時いざこう乗っていいですよって言われても乗り方わかんない気もするし、まあこれでいいのかなと思いつつ、心の中ではもうめちゃくちゃウォウウォウ叫んでました。それぐらい超楽しかったです。モモメタルかっこよかったですよ。本当にスーちゃんとねモアちゃんのこのね一緒にねなんか3人で踊ってる姿が、なんかその昔のその桜学院時代は一緒にこう同時期に活動してなかったそのももこちゃんがそこに入ってるのがなんかすごい、なんかちょっとうるっときちゃってなんかそうパフォーマンスももちろんうるっときましたけど、なんかその後ろの背景みたいなのを考えたら、なんか一緒にレッスン受けてた時期のこのスタジオの風景とかがなんか浮かんできちゃって、すごいなんかもううるうるきました。と同時に私ももっと上目指して頑張ろうっていう風にね思いました。ライブ見ながら。うん、本当にすごいいろんな感情が巻き起こるライブでしたね。すごい楽しかったです。で同じ事務所でちょっと仲良くさせてもらってる美坂咲ちゃんと一緒にライブ見に行って、 その前に一緒にちょっとご飯食べてからベビメタのライブに参戦して、帰りも一緒に帰ってきました。咲ちゃんとも結構久しぶりに会ってね、ベビメタのライブ楽しかったねっていう話をしながら2人で帰ってきたりしました。すごく素敵な一日になりました。ベビメタライブ行った方もみんなそういう気持ちになってるんじゃないかなと思います。はい、とっても素敵なライブを見させていただいてよかったです。